こんにちは。 ALP スペシャルサポーターのゆずです。今回の動画では先月行われた Fusion360 学生デザインコンテスト6月の発表をしていきたいと思います。で、今回のテーマは自由を楽しくするアイテムでした。6月はね、ずっと雨が降っていて、今もまだ降り続いている地域も多いと思うんですけど、なかなかテンションが上がらないですよね。その中で楽しくするアイテムを募集しちゃいました。皆さん本当に素敵な作品をたくさん応募してくれてありがとうございます。それでは早速ですが、応募してくれた作品を見ていきたいと思います。本当にたくさんの作品をいただきました。中でも多かったのがですね、やっぱりてるてる坊主のモチーフの方はすごく多かったです。あとこの間も解説した、傘を作ってくれてる方すごく多くて嬉しかったですね。中でもですね、あの傘の裏に宇宙の柄とか、あと晴れ模様とかある作品はすごく綺麗だなと思いましたね。あとチェスを作ってる方もいらっしゃいました。他にも竹のモチーフも意外と多かったですね。アジサイとか竹は結構セットなイメージなんですかね。すごく趣のある作品が多かったです。他にも雨を利用したプロダクトを作ってくれた作品なども多く見受けられました。皆さん本当にありがとうございました。そしてツイッターの方でもね、たくさんあのハッシュタグキャドラボ梅雨っていうのをつけて発信してくださった方が多かったです。ありがとうございました。皆さんもぜひね、このコンテストが終わった後も見れるので、ツイッターでハッシュタグキャドラボ梅雨っていうのを調べて皆さんの作品も見てみてください。それでは入賞作品の前に、入賞には惜しくも届かなかったけど素敵な作品っていうのをいくつかピックアップしたので、そちらも見ていきましょう。こちらの作品ですね、本当に綺麗に作り込まれています。あのスノードームの中にその細かいアジサイのモデリングを入れてるのとかすごく素敵だと思いました。あとこのガラス細工で作られたようなカタツムリとかもすごく可愛いですね。カエルのモチーフもすごく多かったというか、本当に可愛く作られてますね。あ、クッキー型面白いな。あ、いいですね、獅子落とし。このなんていうんですか、あの屋根から伝ってくる雨水を落とす、あ、名前なんだっけ。これもあのすごくね、あの後ろの背景とマッチしていて、すごく趣深い作品になってたと思います。こちらね、あのガラスの透け具合がすごく綺麗な傘とかもありました。やっぱりね、竹ですね。梅雨と言ったらすぐは思い浮かんでこないんだけど、なかなか日本の梅雨みたいなのを連想させてくれる竹のモチーフの作品が届きました。雨が降るから、あれかな、獅子落としが動きやすいからかな。あ、こちら、あ、いいですね、このアジサイ、この柄杓の上にまたアジサイが乗ってるのがすごく、あ、可愛いですね、素敵だと思います。このアジサイの花がいっぱい浮かんでるのかな、これも可愛い、すごくカラフルな作品で目を引かれました。はい、どれもすごくね、あの回数を重ねるごとに皆さんの応募作品のクオリティがどんどん上がってきて、すごく見てるのも楽しかったです。それではいよいよ入賞作品の紹介に参りましょう。その前に入賞作品、今回は3点、そして最優秀賞を1点選びました。最優秀賞の方には Amazon ギフトカード1万円分と Fusion360 オリジナル T シャツ、今回はリニューアルしました。このね、 Fusion のロゴが入ってるやつと、後ろはこの 3D デザイン&メイクって書いてあるあのキャドラボオリジナル商品となっております。あのね、ぜひあの入賞今までした方もね、新しいデザインの T シャツぜひゲットしてみてください。こちらの商品を今回は贈呈いたします。それでは参りましょう、入賞作品の紹介です。優秀賞は山崎 C さん、アマトイです。おめでとうございます。こちらコメントもいただいております。実家にある雨どいからインスピレーションを受けてこの作品を思いつきました。雨どいと英語の遠いをかけて雨どいと命名。古くから日本にある水の流れを楽しむという風流を味わうとともに、水を使って発電して遊べる機能があります。パーツは全5種、シャワーヘッド、まっすぐのパイプ、曲がったパイプ、発電パイプ、そしてボールの入ったダムパイプです。取り外し可能で、いつでも自由自在に組み替えて遊ぶことができます。変幻自在な水の流れを楽しんで、ユー
ザー雨の日を待ちわびてくれるようなアイテムを作りました。ジメジメして気だるい梅雨を快適で楽しく過ごそうとのことです。この発想本当に斬新ですよね。この雨どいの雨を伝って落ちてくる水の流れをこのおもちゃを組み替えるようにして変えてしまうという、本当に今までの商品にないんじゃないかな。これ商品化したらすごく面白そうだと思いました。あのモデリングからもこれで遊んでみたいって思わせるようなプロダクトとしてすごく面白い作品だなと思いました、C さんおめでとうございます。 C さんにはオリジナル T シャツプレゼントします。続いての優勝作品はこうするモルモットさん、スノードームならぬレインドームです。おめでとうございます。こちらもコメントいただいております。驚きにつながるアイデアを熟考した結果、梅雨のアイテムとしては意外性のあるスノードームを選びました。ジメジメして気分が落ち込みがちな季節でもこのスノードームを見ることで梅雨も悪くないなぁと楽しい気持ちになれるような可愛いデザインにしました。スノードームのガラス部分の外観は鏡なので普段は中が見れませんが、レンダリングをすると鏡が透明になってガラスと同じ光沢が出るようにマテリアルエディタでカットアウトを編集しています。雨がっぱや傘など薄い形状のボディには厚みを設定してリアリティを出すことを意識しましたとのことです。モルモットさんありがとうございます。こちら本当にレンダリングにもこだわりが出ていて、スノードームの中にいるこの男の子かなが本当に生きてるような生き生きした表情が出てると思います。光沢がガラスのように本当に出ていてすごくリアルなスノードームでした。本当に表情の作り方が惹かれてしまうような温かみのある作品だったと思います。発行するモルモットさんおめでとうございます。 T シャツの方を贈呈いたします。続いての優勝者は早起さんです。おめでとうございます。作品タイトル、傘を閉じた後に垂れる雫をキャッチしてその水分で植物を育てることができる傘立てです。これね本当にアイデア作品で、傘のね余った雫を利用して植物を育てられるという斬新なアイデアでした。コメント、傘を閉じた後に垂れる雫をキャッチしてその水分で観葉植物を育てることができる傘立てを設計しました。観葉植物の葉のモデリングをスカルプトを利用して自然な形になるようにこだわりましたとのことです。こちらですね本当にシンプルな設計で武骨ながらもこれ使ってみたいなって思うような思わせてくれるような作品でした。モデリングも実はよく見てみると、雨粒だったりとか細かく表現してくれていて、小さいところにもこだわりが感じられる作品になっています。これ実際に置いてあったら自分もこの傘立てを使ってみたくなるようなプロダクトですよね。早起さんおめでとうございます。 T シャツの方を贈呈いたします。はい、それでは最後になりました。続いて最優秀賞の作品になります。最優秀賞はウヤマンボさん、アジサイ折り紙です。おめでとうございます。コメントいただいております。幼い頃雨の日はよく折り紙で遊んでいた記憶があります。雨の日が多い梅雨の時期は折り紙が雨の鬱陶しさを忘れて楽しめるアイテムだなと思い、折り紙でアジサイを作ってる様子を作品にしました。折り紙の折り線や色にこだわって作りましたとのことです。はい、ウヤマンボさんね本当にモデリングもすごく綺麗なんですけど、梅雨を楽しむアイテムというところにすごく寄り添った作品を作ってくださっていて、その梅雨から連想するってだけでなく自分の幼い頃をね解雇して梅雨をどうやって楽しんでたかなってところで折り紙と結びつけたっていうそのストーリーが本当に素敵だなというふうに思いました。モデリングもすごく綺麗で紙のような表現を 3D CAD でしっかり作ってますし、折り紙のね折ったところも折り紙の裏の色が透けて見える、こだわりだったりとか、本当に紙の表現をすごくこだわって作ってくれてるのが伝わりました。パッと見だけでも目を引くんですけども、ストーリーを見てより感動しちゃいました。ウヤマンボさん本当におめでとうございます。ウヤマンボさんには Amazon ギフト1万円分、そしてオリジナル T シャツもプレゼントします。はい、これで作品が出揃いました。いかがだったでしょうか。本当に皆さんの作品のレベルが高くて選ぶのが大変だったんですけど、素敵な作品皆さんありがとうございます。
7月もですね、Fusion360 デザインコンテスト開催しておりますので、ぜひ応募してみてください。7月のテーマは日本の夏、詳しくは概要欄の URL からぜひチェックしてみてください。最後にお知らせです。このコンテストはですね、年間応募賞というのも実は用意してまして、応募すると回数に応じて誰でももらえる、プレゼントも用意しております。3回の応募ではロゴ入りマスクケース、そしてフュージョン360ステッカー、6回の応募では ALP ロゴ入りマスク、こちらですね、こちらの方大きくロゴが入っております。そして10回では ALP オリジナルパーカーをプレゼントしてますので、ぜひ皆さん絶対にもらえるので応募してみてください。それでは皆さん、今週も見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは毎週水曜日、 3D と 3D プリント技術を使った情報を発信しています。チャンネル登録、そしてベルマークもぜひ押して通知を見逃さないでください。それではまた来週、バイバイ。